ボンジュー、小池春奈です。学習院大学に通う3年生で今21歳です。横浜から来ました。趣味は、絵を描くことと漫画を描くことです。好きな漫画はおやすみぷんぷんと、今読んでるのが手塚治虫の泣ける、短編集です。いつも物語を考えるのが好きで常に妄想しています。これから頑張っていきたいのでよろしくお願いします。将来の夢は映画に出る女優になることです。よろしくお願いいたします。